はい、少しねパッションフルーツの挿し木の、まあ、途中経過見ていきたいなと思います。まあちょっと見ていこうか。なんか根っこがね、あ、結構出てるね。節間が短いのがいいって言ってたもんな。ですね。はい。で、挿し木というのはですね、この植物体の一部を、まあ、土に挿しておくと、この挿したところからですね、また発根して、これが新しいですね、個体になるということですね。まあ、クローンを作る、まあ、栄養繁殖の一つです。節間が短いことですね。そしてあと、まあ、押しても潰れないぐらいの硬さがあることですね。葉っぱなんですけれども、これは、まあ、3分の1程度落としてあげてください。上と下の向きですね、ちょっと、まあ、注意していただければいいかなと思います。で、葉っぱはですね、まあ、全部、摘み取らないでください。で、この、まあ、地上にある葉っぱ、で、光合成とかですね、するんですけれども、それと同時に、まあ、オーキシンの合成とかですね、そういった発根に必要な植物ホルモンの合成もします。なので、3分の1程度残すっていうことですね。はい。挿し木用のですね、土は肥料は入れないでください。で、なぜ肥料を入れないかというとですね、浸透圧の関係でホギが乾くんですね。浸透圧っていうのはですね、まあ、水分がこう移動するんですけれども、移動する方向はですね、そういった溶液の濃度が高い方向に、水っていうのは移動します。つまりその濃度を薄めるようにですね、水っていうのは、まあ、移動するわけです。はい。うん、これで挿し木が完成になります。はい。挿し木ね、これ挿し木ですけれども、うわ、だいぶ根っこが回って、今回ちょっとね、まあ、どのくらい発達してるのかとかね、この辺ちょっと確認するために少し土を上げております。あ、結構細根とかもね、わしゃわしゃって出てますね。まあ、普段はこういうことやらないですよ。はい。もうね、どうしても根っこの様子を見たいんだっていう人がね、多いと思うので、今回はね、皆さんのためにこう動画を回しております。ちょっとね、これ水洗いしてこようか、一回。お、結構あれだね。よいしょ。はい、こんな感じですね。おー、結構根っこ出てますね。うん。はい、これ前回ですね、挿し木したパッションフルーツの、苗ですけれども、まあ、かなりですね、こういう風に形成層の付近からですね、枯れ巣が発達してきて、で、根っこが出てますね。で、V 字に、切ったんですけれども、まあ、その、ね、この、なんだろうな、際の方からやっぱり出てきてる、ことが確認されますね。きちんと根っこも白くて、健康的な根っこがね、観察できます。はい。よし、じゃあ、そんな感じです。まあ、挿し木のやり方とかはね、他の動画ありますので、ぜひ見てください。ということで、今回も最後までありがとうございました。いいねボタンね、押してください。ぜひ、ここまで見た方は、いいねボタンよろしくお願いします。ということで、バイバイ。次にですね、まあ、挿し木についてお話ししていきたいと思います。上の図ではですね、手順を、書いているんですけれども、まずこの挿し法っていうのが、まあ、増やしたい木の枝をですね、取ってきて、そこからですね、まず葉っぱを落とします。葉っぱを落として、枝をですね、先ほど形成層の話をしたんですけれども、この形成層の、カルスからですね、まあ、根っこがこう生えてくるので、この形成層をまず、出さすために、こう斜めにですね、こう切ると。こう尖らせるように、加工すると。はい、そういうことですね。で、水揚げですね。これ1時間程度で大丈夫です。で、やっぱりその、挿し木というのは乾燥との戦いなので、この辺水揚げ1時間程度やって、きちんとですね、乾燥対策やってください。で、1時間以上するとですね、この内側、ホギ、じゃなくて、こう、挿し穂のですね、ホギでいいか、ホギのですね、内側に溜まった、こういった養分がですね、水に抜ける、ということもありますので、ぜひそこら辺はご注意してください。最後にですね、挿し木をするんですけれども、まあ、鉢にですね、こう刺します。やっぱこれも春がいいです。で、挿し木もですね、実はその休眠し挿しとかですね、
熟し刺しとかですね、緑し刺し絵とかですね、まあ、いろんなその品種とか、こう、果樹の種類によっては、こういった枝を使うといいよっていうのがあります。刺し木の成功のポイントとかですね、まあ、注意点お話ししたいんですけれども、まあ、刺し床の、まあ、水分保持ですね。で、これ根っこがやっぱりない枝を使うので、まあ、すぐ乾燥するんですね。ここら辺の、まあ、水分、対策ですね、まあ、湿度対策、大事です。あとですね、水質も注意してください。塩類濃度がですね、1400ppm ですね。この、これを、まあ、下回る、まあ、水質を使ってください。で、やっぱり水質がですね、悪いものっていうのは、まあ、ホギの乾燥をですね、招いたりします。塩類濃度が例えば高いもの、とかではですね、まあ、浸透圧の影響で、ホギが乾燥してしまうっていうのがあります。はい。で、浸透圧っていうのは基本的にですね、濃度が高いところに、水分が移動するっていう性質なんですよね。うん。で、外側の塩類濃度が高いとですね、やっぱりホギの、内側の水分が、まあ、外の濃度を薄めるように出ていってしまうので、なので、こういった性質も注意、するべきですね。はい。で、あと直射日光を避ける。まあ、真っ暗でもダメと書いたんですけれども、日陰でやってください。あと温度、湿度に注意してください。まあ、日陰でやってください。はい。で、次に無肥料ですね。この無肥料もですね、この先ほどの水質のお話と、まあ、ほとんど、同様な意味なんですけれども、肥料があるとですね、やっぱり浸透圧の影響で、乾燥してしまうということがあります。はい。で、あと、発根促進剤ですね。これはまあ、オーキシン系のやつとかですね、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、用法、用途守ってください。はい。まあ、粉のタイプのやつとかですね、液体のタイプとかあります。まあ、1日に何回とかですね、まあ、2日に1回とかですね、まあ、何ミリリットル薄めてあげてとかね、まあ、いろいろあるんで、まあ、ここら辺の用法は、まあ、箱に書いてありますので、ぜひ、そこら辺の用法を守ってください。はい。で、挿し木が可能な果樹の一覧ですね。まあ、いろいろ発表していくんですけれども、例えば、イチジク、キウイ、ザクロ、オリーブ、スグリ、ブルーベリー、グミ、パッションフルーツ、ナツメ、ヘーゼルナッツ、庭梅、梅、アケビ、ユズ、レモン、シトロン。なんか、発音がおかしいけど、まあいいか。で、あと、リンゴ、まあ、品種によってもですね、いろいろ可能かどうかがあります。マルバ街道とかですね、JM 大義、西洋梨、クイーンス大義、ブドウ、テレキ 5BB5C、3309ですね、桃、つくば系1から6号ですね。応答青葉桜、コルト、これは応答の品種です。大山福君、緑桜などですね。まあ、こういった、品種、とかですね、および果樹で、挿し木というものが可能です。で、もちろん同時にですね、接ぎ木ができるものもあるし、挿し木、取り木ができるものもあります。はい。この挿し木の、まあ、リンゴとかですね、梨とかブドウとか桃とか黄桃とかなんですけれども、実はこれ、代木品種で増やしたいっていうですね、まあ、要望も実は強くて、まあ、代木として育てて、で、その後ですね、上の方では、まあ、果実の品質が高いようなものを、ホギとして、接ぎ木するっていうですね、まあ、2回のこう、栄養繁殖を、まあ、経て、こう、まあ、ね、果樹として成立するっていうものがあります。まあ、こういったものがですね、リンゴとか梨とかの、こういった代木用品種をあえて、挿し木で増やすっていうことがですね、なされていたりします。はい、面白いですね。